これより第2クォーターに入ります。クラブベアーズ自陣41ヤードの位置からサーザン残り1ヤードで試合再開となります。クラブベアーズファーサー、ここでクラブベアーズはタイトエンド92番へのシャベルパス、下から投げる前パスで92番キャッチアンドラン、これによりまして攻撃権更新です。クラブベアーズファースター、見事キャッチアンドラン決めました。クラブベアーズ92番は山中、京都大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズ相手陣47ヤードからファーストダウン10、パス不成功。ここでクォーターバック8番ロングパス、ワイドレシーバー左奥に走っておりました6番に目がけてのロングパスを投じましたが、しかしわずかにオーバースロー、パス不成功となりましてセカンドダウンに変わります。クラブベアーズ相手陣47ヤードからセカンドダウン10、さあハンドオフを受けたランニー枠28番左をオフタックルカットバック、見事なステップワークで約9ヤードのゲインを果たしています。素晴らしいランをしましたのはクラブベアーズ28番の西村、大阪学院大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズ相手陣38ヤードからサーダウン残り1ヤード、不成功。ここでクラブベアーズはパスプレーに展開しましたが、クォーターバック8番ターゲット6番へのパスコントロールミス、パス不成功となりフォースダウンに変わります。ここで負傷者発生によるレフリータイムアウトが入ります。クラブベアーズフォースダウン残り1ヤードで試合再開となります。ボールオンは相手陣38ヤードの位置、果たしてどのようなプレーを選択するでしょうか。そのフォースダウンプレーを選択します。フォースダウンギャンブル、1ヤード前進しないとこの位置で攻守交代となります。さあ決めることができるでしょうか。ナイスラン、ファーストダウン。この距離をベアーズランプレーで突破しました。ナニマク28番ハンドオフを受けまして相手ディフェンスの隙間を縫って攻撃権更新、ファースダウン。見事このフォースダウンギャンブル決めました。クラブベアーズランニングバック28番は西村、大阪学院大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズ相手陣32ヤードの位置に入りましてのファーストダウン10、インターセプト、ターンオーバー。
ここでクォーターバック8番パスプレーを続けましたが、そのパスを取ったのは三重ファイヤーバード80番。インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事インターセプトしました三重ファイヤーバード80番は桐山、大阪市立大学出身のプレーヤーです。これにより攻撃権は三重ファイヤーバードに変わります。ボールオン自陣25ヤードから三重ファーストダウン10。ダニーバック19番ハンドオフを託され左オフタックルを突破、約3ヤードのゲインを果たしています。ダニーバック19番は森、兵庫県立大学出身。三重ファイヤーバードセカンドダウン7、ボールオン自陣28ヤード。パス不成功。クォーターバック9番タイトエンド80番にパスを投じましたが、このパスはコントロール合わずパス不成功となっています。ダウン一つ進みサードダウンに変わります。三重ファイヤーバードサードダウン7、ボールオン自陣28ヤード。前が空いている、独走。残り20、10、タッチダウン。ここで三重ランニングバック19番にランプレーを託しました。そこから縦に19番切り上がりまして一気に独走、そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。三重ファイヤーバード6点獲得。素晴らしいランでタッチダウンを上げましたのは三重ファイヤーバード19番の森、兵庫県立大学出身。そしてトライフォーポイントに入ります。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスチーム三重に反則です。ディレイオブザゲーム、制限時間内にプレーを始められませんでした。オフェンスには制限時間があります。この時間内にプレーを始めなければ5ヤード抜退という形になります。従いまして三重トライフォーポイント5ヤード下がってやり直しという形になります。このキック決まりまして1点追加、三重ファイヤーバード14点、クラブベアーズ0点となりました。三重ここでランニングバック新戦力の森の活躍により2タッチダウンを上げる形に成功しました。そして試合は得点を挙げた三重ファイヤーバードのキックオフで試合再開となります。さあベアーズリターンに入りますが、さらに行きます。このリターンよくベアーズ陣40ヤード付近の攻撃を確保しました。素晴らしいリターンでしたのはクラブベアーズ6番の杉田、日本大学出身。
さあこの好位置クラブベアーズ生かすことができるでしょうか。ボールオンは自陣40ヤードからクラブベアーズファーストダウン10。クォーターバック12番ショットガンフォーメーションからパスを投じようとしましたがスクランブル、この判断により約7ヤードのゲインを獲得しています。スクランブルしましたクォーターバック12番、見事な判断でした。クラブベアーズセカンドダウン3、ボールオン自陣47ヤード。パス成功。クォーターバック入12番、今度はワイドレシーバー6番にパスを通し約2ヤードゲインを獲得しました。パスをキャッチしたワイドレシーバー6番は杉田でした。クラブベアーズハーフウェイからサードダウン残り1ヤード。さあこの1ヤードを取ることができるでしょうか。中央へのランプレーとしました。クラブベアーズファースター、この短い距離を確実なランプレーによりクラブベアーズ攻撃権更新としました。その攻撃権更新を果たしたランニングバック45番、5番は川端、北大津高校出身のプレーヤーです。クラブベアーズこれにより相手陣49ヤードに入りましたのファースターアンテン。パス成功。さあまだ行く。ナイスキャッチファースター。クォーターバック12番プレイアクションからワイドレシーバー6番にパス、これを6番キャッチアンドランし大きく前進、攻撃権更新としました。クラブベアーズファースター、見事なキャッチアンドランしましたのはクラブベアーズ6番の杉田、日本大学出身。クラブベアーズ相手陣27ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック12番、今度もワイドレシーバー6番にパスを通しまして約6ヤードのゲインとしています。本日はこのホットラインが機能しています。クラブベアーズ相手陣21ヤードからセカンドダウン4。ファーストダウン。クォーターバック12番、今度はタイトエンド92番にパスを通しまして攻撃権更新です。クラブベアーズファーストダウン。攻撃権更新のパスキャッチ果たしましたのはクラブベアーズ92番の山中、京都大学出身。クラブベアーズ相手陣13ヤードの位置に入りました。この位置からクラブベアーズファーストダウン10。ナイスラン、ファースター。ランニングバック45番ハンドオフを託され中央突破、相手の隙間を縫うように走り抜け攻撃権更新です。クラブベアーズファースター。ランニングバック45番は川端でした。北大津高校出身。クラブベアーズ相手陣
ゴール前残り2ヤードの位置からのファーストダウン2ゴール。ここでホイッスル。ここで三重前半1回目のタイムアウトを取ります。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトを取ることができます。三重この状況で失点をさせたくないと思い、ここで守備の段階でタイムアウトを取りました。さあこのタイムアウトで状況変わりますでしょうか。試合再開です。クラブベアーズ相手陣2ヤードからファーストダウン2ゴール。さあ中央へのランプレー、しかしわずかに止まっております。ダウン一つ進みましてセカンドダウンに変わります。クラブベアーズセカンドダウン2ゴール、残り1ヤード。さあ中央ダウンプレー、タッチダウン。クラブヤーズここでも中央のランプレーでタッチダウンを狙いに行き、託されたキャリア45番見事にその期待に応えましてタッチダウン。クラブヤーズ6点獲得、見事タッチダウンしました。クラブヤーズ45番は川端、北大津高校出身のプレーヤーです。そしてこのトライフォーポイント、キックも決まりまして1点追加、クラブベアーズ7点、三重ファイヤーバード14点となりました。三重が新戦力を生かしてまず試合を主導権握る形で2つタッチダウンを挙げましたが、その反撃となるクラブベアーズのタッチダウンがここで生まれました。これにより双方ともに得点が入り、試合の膠着状態が解けた格好になります。前半残り時間1分24秒となりますが、この後どのような展開となるでしょうか。その試合先ほど得点を挙げたクラブベアーズのキックオフで再開となります。さあ三重のリターンが入りました。このリターンは三重陣30ヤードを超えたところでボールデッドとなっています。この位置から三重ファイヤーバードの攻撃となります。三重ファイヤーバード自陣32ヤードからファーストダウン10。ダニバック7番トスを受けて右オープンへのスイープレー、相手タックル受けながら約5ヤードのゲインとしています。
ランニバック7番は金沢、兵庫県立大学出身。三重ファイヤーバード、自陣37ヤードからセカンドダウン5。パス不成功。クォーターバック9番、ワイドレシーバーに入った80番へのパスでしたが、このパスは不成功。サードダウンに変わります。三重ファイヤーバード、自陣37ヤードからサードダウン5。ファースター。クォーターバック9番、ここでワイドレシーバー32番にフライパス。これを32番見事に飛びつきキャッチし、攻撃権更新としました。三重ファイヤーバードファースター。ここで三重前半2回目のタイムアウトを取ります。見事パスキャッチしましたのは三重ファイヤーバード32番の久保でした。兵庫県立大学出身。三重前半2回目のタイムアウトを使いまして、試合時間残り21秒での試合再開となります。ボールオン相手陣49ヤードにして、三重サーダウン5で試合再開となります。三重サーダウン5。これはベアーズナイスディフェンス。ランニバック7番の総力で突破を図りましたが、これをベアーズ75番が対応しまして、このランプレー2ヤードロスに変えました。ここで三重前半最後のタイムアウトを使います。素晴らしい対応をしましたのはクラブベアーズ75番の木田、東海大学出身のプレイヤーです。失礼しました。ダウン、改めましてセカンドダウンになります。先ほどのプレーファーストダウンの攻撃でした。試合時間残り11秒で三重セカンドダウン7。パス不成功。ここでクォーターバック9番、32番にロングパスを投じましたが、このパス外へ出ていたためパス不成功となっています。パス失敗ですと時計はそこで止まります。従いまして試合時間は残り前半5秒で止まっています。三重相手陣47ヤードからサードダウン残り7ヤード。試合時間前半残り5秒。抜けていく、かろうじて止めました。三重ここで意表をつき、ランニバック7番の総力により一気にタッチダウンを狙うという選択をしました。
あわやそのまま独走タッチダウンかというところでしたが、これをクラブヤーズ44番見事に対応し止めました。ここで前半の時間がなくなりまして前半終了となります。前半終了となりまして、クラブベアーズ7点、三重ファイヤーバード14点、三重ワンタッチダウンリードで前半戦終了となりました。